はい、こんにちは、松川です。ザ・ハーツのチェンジ13回目です。この企画は、ヘア、メイク、ファッション、すべてを無償で変えて、イメージチェンジしていこうという企画でございます。今日のモデルさんは、ゆきさん、フリーランスの岩師さんですね。普段はカジュアルな格好をされていて、メイクもあんまりしてませんよという内容をメールでいただきまして、今回はそんなゆきさんをさらに笑顔にするということで、ぜひ最後までご覧ください。チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは、ゆきさんのお二人、移動しましょう。さあ、早川さん、はい、お、今日はこれですね、おしゃれなカバンをして、はい、珍しくカバンを恒例の早川ファッションチェックは引きで今回はちなみに今日のカバンはどこのなんですか？ラフォーレ原宿で買いました。でも夏のフェスを意識して、はい、一人フェスということで、今日は我々のヘアメイクフェスということで。確かにそうですね。毎回ヘアメイクフェス。ヘアメイクフェス13段目をやっていきましょう。ですね。先ほどモデルさんの名前を教えてください。そうです。よかった。庭師さんって結構本当楽しみなんだよね。話を聞けるっていう。なんかどういう庭をお作りになってるのか。あ、そう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 。あ、じゃあその自販機から早川スコップ出してもらっていいですか。え、このまま？そのまま行きますよ。はい。いい調子ですよ。いらっしゃいました。いらっしゃいましたね。いた。いらっしゃいましたね。リコーダーの妖精いるからちょっと映っちゃうと熱い。リコーダーの妖精？リコーダーの妖精知らない？よく原宿とかに。何？写真の人いんの？月曜から夜更かしとかにポッと出てた。めっちゃリコーダー吹いてる。目合ってる。え？じゃあちょっとあっち行きましょうか。ちょっと今あのね、リコーダーの妖精さんにいきなり絡まれちゃったから月曜から夜更かしのね。よし、行こう。こんにちは。お待たせしました。よろしくお願いします。すごい、めちゃくちゃもう素敵なオーラがもう新宿の中心に集まってましたよ。花が咲き乱れてます。うん、本当だ、可愛いですね。素敵ですね。本当に見られてると思わなくて。嬉しいです。ありがとうございます。めちゃめちゃ楽しみで、応募が一人しかいないのかしらと思って。毎回今までよりも更新していくんですけど、ゆきさん今日よろしくお願いします。お願いいたします。いやちょっと本当に待ってる間も暑くてなのか冷や汗なのかわからなくてベタベタにごめんなさい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。みんながすごいどんどん変わっていくのが人のポテンシャルってこんなに高いんだと思ってびっくりして、そしたらちょうど応募があったのでいいやと思って思い切って応募させてもらいました。同年代の友達と女子力上げようって言って楽しんでいろいろアフタヌーンティー行ったりとかっていうことを始めたんですね。なのでこうやって一緒に楽しんでる友達に全部行ってもらって、よろしくお願いします。そうですね、長いんで。庭師さん歴は何年くらいですか？庭師さんは10年以上。もともと私切り花の方から入ったんですよ。お花屋さんで切り花の方から入って、で自分でいろいろ育てたりして楽しくなっちゃって、お客さんもいるところのお店だったんで、そこのお手伝いさせてもらったり、あとはガーデンデザインではでは、はい、1個のお庭を剪定するのに何人くらいでやるんですか？ガーデナーは5人で週1回、で、あと庭師さんが高木と高木とかをやるので、それが1回か2回ぐらい、上と下で分かれるんですか？そうなんです。私たちは割と下草とか低木低い木のものとか、低木、はい、ありがたいなと。庭師さんもそれこそ雨の日も関係なしにやるわけですよね。あんまりひどい時はお休みしますけど、でも休めない現場もあって、その時は
もう葉っぱって、うわー、とんでもない虫が出てきたりとかすることあるんですか？特に椿が毒ガスで溢れるんですよ。毛を飛ばすんです。毛を飛ばす、基本絶対流して。毛飛ばされて当たったらどうなるんですか？そしたら痒くなっちゃうんで、絶対お水で洗わないで、ガムテープとかでとにかくピタピタ毛を取る。水で洗っちゃダメなんですか？洗っちゃうと流れてどっかに落ちちゃう。茶毒ガはガムテですね。ガムテです。毛虫類はガムテです。一緒にお買い物する経験とかなかなかないですよ。ないです。それがなんか新鮮です。僕らもやっぱり毎回楽しいなと思いながらやってます。楽しんでいただけて嬉しいです。なんかもともと可愛らしい感じですよ。そうですか。結構でもおじさんなんですよ。有楽町のガード下の焼き鳥とか大好きなんです。みんな大好きです。そこに行っても、そこに行かなくても、どこでも輝けるような感じでデザインしていきますので、はい、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。ビオデルマさんからお届け物がまさか。せっかくなんで開封して。いいよ。綺麗に梱包していただいて。消毒液。日焼け止めるまで。セルクリーム。こちら保湿化粧水。ジェル状美容液。水を巡らせ蓄えキープするそうです。わあ、めちゃくちゃ何十年も使い続けてます。すげえ。すごい。保湿メインというか、両方とも優しいんです。さらに保湿っていう。家だとこっちコットンでピュッピュッてできるタイプがあって。使ってます。ビオデルマ。敏感混合肌、オイリー肌にいいそうです。澄み渡る透明肌に。何リットルになった今。商品だな。ありがとうございます。ちょっとせっかくなんで。混ぜていただきます。おしゃ。お願いします。今日はカットカラーして、メイクするって順番で行こうかなと思います。はい、色染めることどのくらいぶりですか？大学生ぶりぐらいです。大学生ぶりくらいですか？はい。あ、タツさんはホームウェアからするくらいですね。長さはボブ寄りの感じしようかなと思うので、はい、よろしくお願いします。お願いいたします。最初カメラして切って、でカラーリングするので準備します。はい。お願いします。不安なことありますか？大丈夫です。全部隠すって言ってくださる。知識が増えてくる。うん、確かにいろんな人が。これで一回からします。はい。早いですね。終わりました。すごい。髪の毛を久しぶりに染める方の塗り方って根元最初外して塗るんですよ。で時間差で根元詰めるんで、ちょっとこれ時間を決まりました。仕事人ですね。髪の毛乾燥するタイプですか？そうですね。ではいただきます。ビオデルマさんありがとうございます。いただきましたね。はい、いただきました。乾燥が気になる方用の、これ私は家でこのラインを使っております。鼻がすごい綺麗ですよね。わかる。お顔できたら何だろうな。私も素敵な アテニアのボーミング。ドレスのような化粧水です。この間出たエトボスのモイスチャライジングセラム、セラミドのね。よし、じゃあ根元詰めます。動画
から見てるとすごいいい信頼関係でお二人やってるなって感じ。楽しい。なんかいいっていうか、うん、早川さん優しいから、うん、何言っても割とやってくれる。もう何年くらいなの？知り合ってる歴は10年以上経ってるんですけど、うんうん、一緒にやり始めたの最近なんで、うん、いや本当そうですよね。どうそろそろってめっちゃ誘ってたんですけど、うんうん、話をちょっと画面にするのはちょっと一回出たらちょっと味しめてみて。違うんですよ。違うんですか。違うんですよ。なんで出てるんですか。必要とされたんで。承認欲求か。その前に送ってくださいってクレーム？違う。今日出ますね。パワーリングというか。ロゴの編集って全部自分でやられてるんですか？そうですね。ジョイですね。趣味みたいな感じなんで。はい。乾かして、ちょっと切ったら、お着替えして、メイクしていきます。はい。パルミックブローしますね。見えないから、見えない設定で何かが行われてるそうですね、改造が行ってますからねものすごいスピードの改造これでじゃあ、切り替えましょう。はい、コンタクトもこのタイミングでお話しですか？いや、めっちゃ素敵。すっごく良いです。すごいです。まだ可愛がれるから。まだ。まだ行きますか。白が似合う。ダラシコゼのプロテクショントーンアプローズ。これで割れても全然見えるぐらい。楽しませそうだね。そんなことない。 2M がアニミテッコで、アニミテッコめっちゃ万能なんだ。本当万能。もうこれしか使ってない。皆さんこれ使った瞬間にちょっと変わりますね。そうなんですよ。ハイライトの使い方がよくわかんないですよね。高いところとか、このくぼんだところとか、なんかいろいろ入れてるの。ここと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 こと。ハメイクなんですけど、このアイシャドウで。美女来たぞ。これ目力すごい持久力ですね。楽しいね。一生懸命他の方からか扱っていただくことはないじゃないですから。すごい癒されてます。癒されてます。全然です。尊いですね。尊い。本当に。尊いって若者がめちゃくちゃ使うじゃないですか。尊いの重みがちょっともうちょっと違うと。尊いの重みめちゃくちゃ重かったですか。ガーデナー兼女優さんですよね。女優兼ガーデナーかもしれない。そうです、オイルと混ぜて、バンズ単体だとポイントがついちゃうので、オイル混ぜて全体につけるように。やっぱり服似合ってますね。ここだよ。
願いしますね。どうでしょうか。うん、めっちゃいいじゃないですか。ね、これすごい。めっちゃいい。いいっす。鏡だ。これ香りですか。あ、そうだ。わ、マスカットちょっと見て見て。ちょっと忙しいんですけど。マスカットここに入れてるの。見せたいのよ。十分いいでしょ。いや、いい。見せたいのなんですか。びっくりしたわ今。飛ぶぞ。いいですよね。フラットカーの石田ゆり子さんのインスタグラム見てもらったら分かるんですけど、全く同じ色になってます。もともと素敵なこのナチュラルさに華やかさがちょっともうパパパパ、うん、嬉しいです。ありがとうございます。大人なみゆきちゃんになってる。よかった、嬉しい。よかった。